ドクター、ちょっとやぼ用で休み取ってもいい？ドクター、ちょっとやぼ用で休み取ってもいい？毎日のメンテはちゃんとやってるから弓のことなら心配いらないよ。ま、そんなヒョロヒョロしたあんたに言われたくないけどね。ロドスには面白い人が多いね。旅仲間の一人や二人見つけられるといいな。今のカジミエーシュの騎士たちって言ったら脳筋のバカか自分の名声にしか興味のない道化しかいないね。あーくだらない。手持ちの仕事を片付けたら帰ろうかと思ったけど、うん、気が変わった。理由？やれやれ、そんなことをわざわざ聞いてくるなんて乙女心がわからない人だね。プラチナという名前の由来？そうだな、カジミエーシュのナイトスレイヤーにはキラーランクってのがあって、私より上には最高位の黒金が3人、その下のラズライトが2人いてさ。でもプラチナランクは私が死ぬまで1人しかありえないから、いっそ名前にしちゃおうと思ってね。あそこにニアールさんが。いやいや、彼女に手を出すつもりはないよ。それより向こうの方こそ私を見るなりあのハンマーを振るってくるんじゃないかって心配なんだよね。カジミエーシュって本当につまんない。この分じゃロドスの生活から抜け出せなくなりそう。なんかムカつくけど。ロドスのみんなの絆について考えたことある？それは無防備な弱点になり得ることもあると覚えておくといいよ。絆のほころびをうかたれれば全てが一瞬で崩れることだってあるんだ。退屈だな。なんか面白いことはないの？カジミエーシュ無中名のアサシン、契約により参上。コードネーム？じゃあプラチナにしよう。よろしくね。いいね、この弓もなんだか軽くなったみたいだ。ありがとうね。昇進？プラチナのキラーランクだけじゃ足りないって。へえ、面白いこと言うねあんた。私の本当の姿が見たい？そんな度胸があるの？かわいいドクターさん。プラチナ、戦線に上がる。へえ、私に指揮を取れって？得意じゃないけど、いいよね。ちゃんと面白い戦いにしてくれるかな？どうせ弱いんだ。お前らみんなまとめてかかってこいよ。指示を。ターゲットは誰だ？抹殺する。迎撃開始。一つ足を止める。二つ装甲を砕く。三つお前を貫く。この一手でチェックメイトだ。よし、十分楽しませてもらったよ。チェックメイト。悪いけど私の勝ちだ。全員やれなかったか、残念だ。意外といい感じだね。諦めるな。最後まで戦う者にこそ勝利は訪れる。お、一緒に出かけない？忙しいなら今度でもいいけど。アークナイツ。
今日も元気そうだね、ドクター驚かさないでよ。敵の様子が…ドクター？やっ！あ！驚かさないでよ。敵の様子が…ドクター？今日も元気そうだね、ドクター。